ダニエル・バレンボイム指揮する、ウェストイコール・イース・タンディバン、還元楽団ウェストイコール・イース・タンディバン還元。楽団は、1999年に、ユダヤ系式者、ダニエル・バレンボイムとパレスチナ系文学者の、エドワード・サイードにより設立されたオーケストラである。楽団の名称は、ゲーテの著作、斎藤詩集から命名された。団員は、 対立を続けるイスラエルとヨルダンレバノンシリアなどのアラブ諸国出身の若き音楽家たちである。第1回は1999年のゲーテ生誕250年の記念日、ドイツのワイマールで開催され、バレンボイムやサイードの他にヨーヨーマが参加した。アラビア語とペルシア語の文献を見出したゲーテの斎藤衆に習い、 イスラエルとアラブの音楽家が集まって一つのオーケストラで演奏するというアイデアだった。曲目はベートーベンの公共曲第7番で午前と午後にオーケストラのリハーサルを行い夜にディスカッションを行うという形式をとり室内学やマスタークラスのレッスンもあった。当時の模様はバレンボイムとサイードの対談集音楽と社会にも詳しい。その後は毎年夏に スペインのアンダルシアで合宿し、ワークショップと演奏会のツアーを行っている。この活動に対して、バレンボイムとサイードは2002年に、スペイン王室より、アストリアス皇太子賞を授与された。サイードは2003年に死去したが、その理念、共存への架け橋を掲げて、現在もバレンボイムを指導者として、音楽活動を続けている。2005年には、 パレスチナ自治区ラマラにて、限界体制での中、演奏会を実施し、大きな感動を呼び起こした。2007年には、高松の宮殿下記念世界文化賞の若手、芸術家奨励制度に選ばれた。2018年のアメリカ合衆国でのコンサートでは、ドナルド・トランプ政権の入国禁止令の影響で、公演が危ぶまれたが、禁止令の適用が免除されて実現した。 レコーディングはワーナークラシックスレーベルよりコンサートライブの CD や DVD が出ている。ありがとうございます。